オルレアンコーガストンの最初の日、また、モンパンシエ公爵夫人。バローアーサ以来続いた、ブルボン家の死流ブルボンモンパンシエ家の最後の末裔である。モンパンシエ公、アンリド・ブルボンの唯一の子供として生まれた。1608年に、父が死去すると、ブルボンモンパンシエ家の相続人となり、モンパンシエ霊嬢と呼ばれた。 母、アンリエット・カトリーヌとジョアン・ユーズは、その後、1611年に、ギーズ公シャルル1世と再婚した。マリーは2歳の時に、フランスをアンリ4世の次男のオルレアン公と、婚約したが、オルレアン公は1611年に養成した。ついでその弟で新たに、オルレアン公となったガストンと婚約した。 マリーとオルレアン・コーガストンは1626年に、なんとで結婚した。翌1627年、二人の間に一女、アンヌ・マリー・ルイーズが生まれたが、その出産後まもなく、マリーは死去し、サンドニ大聖堂に葬られた。ありがとうございます。